はい、こんにちは、おゆちゃんです。今日は一番くじのチョコノッコを紹介していきたいと思います。今日はレメの T シャツ着てみました。めっちゃ可愛い。これ花嫁のやつですね。めちゃめちゃ可愛いですよね。お嫁に来てほしい。はい、じゃあ夏だ海だのコレクションの時のレムの小さい壁画。はい、すごい可愛いですね。これもとっても、レムの水着って本当にこのちっちゃいとすごい可愛くて、大きくなるとセクシーさが増しますよね。ラム、でもラムも結構可愛いです。すごいです。ラムはこの表情がやっぱりたまりませんね。ちょっとこのきつめの顔している感じが可愛いです。そしてベアトリス、私レムラムベアトリスはたくさん持ってます。だけどエミリアタンだけは全然集めてません。なんかエミリアタン推しの人すみません。本当にレムラムとベアコが好きです。はい、そして次、あれ、これも結構前のあの魔女の時のやつ。はい、これはレムしかゲットできなかったんですけど、売ってたらどんどん買いたいです。かわいい。これは本の上に載ってるので、本とレムが別で、ちょっとここに、なんていうの、くぼみがついてるので、こう座らせる、これですね、ぴったしですね。ここに座らせる感じで、とっても可愛いです。すごいですね、これ。帽子とか被ってるの本当に可愛い。はい、次。これは本当に最近の、この前のやつ。もう手に乗せて見せるしかない。チョコノッコ、はい、寝てます、寝てます、かわいいです。皆さん静かにしてあげましょう。もうレムが寝てる、うたた寝しちゃうなんて、本当にきっと疲れていたんでしょうね。ほら、ラムもすやすや寝てます。これは可愛くて本当に欲しくてゲットできてよかったです。そしてやっぱりベアトリス、ベアトリスは座ったまま寝てます。ベアコ、こんな座ったまま寝てて大丈夫かな、ちゃんといつも寝れてるんでしょうか。この寝てるシリーズも本当に可愛いですよね。はい、では次、これは本当に本当に最近のやつ、この前のレムの胸像の時のやつが、私の大好きなメイド服、全員がメイド服を着てるので本当に嬉しいです。これはペトラとフレデリカ、ペトラとフレデリカが、そしてやっぱり、はい、ベアトリス、ベアトリス本当に可愛い。ベア子のこの服がすごい大好きなので本当に可愛いです。もうこの辺、この辺ベア子いっぱいいますね。あ、ここベア子、ベア子になりました。そしてエミリアタンとエキドナ、もうこの2人はそっくりなのでめちゃめちゃ可愛いです。これ2人セットだと本当に可愛いですね。エミリアタンとエキドナ、そして私の大好きなレムラム、今回は起きてます、起きて二人でお茶してますね。すごい、このにこやかな二人がお茶しているところがとっても幸せです。かわいい、本当にかわいいしか言葉出ないんですよ。なぜならレムラムのことが好きだから。そしてこれはあのゲームセンターのプライズ、はい、これはプライズなんですけど、1個前のね、あの花嫁、あ、今日ね私この着てる花嫁のレムラム、
花嫁のレムラも本当に可愛いし人気高いですね。びっくりしちゃう。だって可愛いですもんね。本当に本当に2人ともお嫁さんに来てくれるには一夫多妻制、あ、一夫多妻制、一夫、私もプになれるんですかね。ちょっとびっくりしちゃう。どうしよう。あ、でも大丈夫か。今はきっと女性同士の結婚も許されてる地域ありますよね。じゃあ大丈夫です。あのレムとラムと結婚できます。私すごい可愛いです。あーすごいいっぱい集まりました。いいですね。ちょっと見ましょう。すごい。今日は歴代のチョコノッコとミニフィギュアを紹介していきました。一番くじって本当に夢があって楽しいですよね。もうもっといっぱい欲しいです。フィギュアたくさん出てくれたらいいなと思ってます。今日もご視聴いただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いつも押してくださってる方本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。レム好きさんと胡蝶しのぶ好きさんの方本当に嬉しいので一緒に語り合いましょう。ではまた次の動画もレムラムのガチャガチャを紹介していこうかなと思います。はい、ではまたねー。